第6代マールバラ公爵、ジョージ・スペンサー・チャーチルは、イギリスの貴族、政治家。1817年までは、サンダーランド伯爵。1817年から1840年までは、ブランドフォード公爵の儀礼称号を使用した1793年、ブランドフォード公爵、ジョージ・スペンサー・チャーチルとその妻スーザン・スチュワートの、間の長男として誕生。 マールバラ公爵家の着孫として、聖誕時よりサンダーランド伯爵の儀礼称号を有していた。イートン校を経て、オックスフォード大学、クライストチャーチに入学する。イートン校時代には無知打ちを好む厳格な校長、ジョン・キートに対する学生たちの反乱を主導したという。1817年に、父がマールバラ公爵位を継承したのに伴い、 マールバラ公爵家の法廷推定相続人の儀礼称号、ブランドフォード公爵を継承する。ちょうどこの頃からスーザン・アデレード・ローという女性と、ローソンタイン夫妻という偽名で同性生活を送るようになり、ついには偽装結婚式まで挙げるに至った。しかし1819年には、母方の第8代ギャロウェイ伯爵の娘ジェーンと正式に結婚した。新聞はこれを、 ブランドフォード公爵の銃婚容疑として報じた。裁判では銃婚とは認定されず、医者料を出すことで解決したが、この騒ぎで、マールバラ公爵家の加盟に傷がついた。1818 18年から1820年にかけては、チッパンハム選挙区から選出されて、通りー党の庶民委員議員を務めた。1826年から1835年、 および1838年から1840年にかけてはウッドストック選挙区から選出される。1840年3月5日に父の死によりマールバラ公爵位を継承し、貴族院議員に列する。彼も、彼の父も、浪費癖がひどかったため、彼が当主をしていた時期にはマールバラ公爵家の家計はかなり逼迫していた。 家計の立て直しを図ろうとしたものの、あまり功を奏せず、死去時には、ひどい家計状態だった。それを隠すために書類をすべて焼き払っている。1857年に死去し、マールバラ公爵位員は、長男のジョン・スペンサー・チャーチルが継承した。自分の葬儀に100ポンド以上使わないよう、遺言していたという。スポーツマンであり、とりわけ釣り、射撃、ヨットを好んだ。 4男アルメリック・アゼルス・スタン教と・キョ次女クレメンティーナ・ジョーを描いた、ジェームズ・セントの絵画1819年に10枚に、当たるジェーン・スチュアートと結婚し、彼女との間に、以下の4校を設けた。最初の妻との死別後の1846年に、シャーロット・オーマスタ・フラワーと再婚した。彼女との間に、以下の2子を設けた。番目の妻とも死別し、1851年に、 自身と最初の妻の10枚にあたる、ジェーン・フランシス・クリントン・スチュアートと再婚し、以下の一子を設けた。ありがとうございます。